いつもロペラ用ショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2016年モデル、ランドローバー、レンジローバーイボーク、HSE ダイナミックをご紹介させていただきます。まず、外装面の状態からですが、左リアのドアに小さな傷と、右フロントと左リアのドアのエッジ部分に、 それぞれ小さな傷がありフロントバンパーのパーツの一部分に浮いている箇所がございますそれ以外特に目立つ傷はございません走行距離約1万5千キロと低走行ですし良好なコンディションを保っております外装色は富士ホワイト インンテリアはブラックとレックレレドのコンビレザーシートが採用されておりますシティ SUV として絶大な人気を誇るレンジローバー・イ・ウォークでございますこちらのお車には数多くのブラックパーツや20インチアルミホイルが装着されるブラックデザインパックが装着されておりますので非常にスポーティーに仕上がった1台ですまた、 大型のガラスルーフやシートヒータークルーズコントロールをはじめ快適便利機能も満載ですヘッドライトにはキセノンヘッドライトが採用されておりますので夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては2リッター 直列4 240気筒ターボエンジンジが搭載され最高出力は馬力は馬を発揮しますアルミホイルはブラックデザインパック専用20インチのアルミホイルが装着されておりタイヤの山に関しましては前後ともに残り5分山程度となっております続きましてリアご紹介させていただきますリアのテールライトは LED が採用されており マフラーは日本出しのマフラーが装備されておりますのでリアもデザイン性に優れております合わせてトランクスペースのご紹介ですオートトランクが装備されておりますので開閉は電動で行っていただけますイボークでございますのでトランク全体十分な容量を確保しており後部座席を倒してお荷物を積むことが可能です続きましてインテリアご紹介させていただきます シートはブラックとレッドのコンビレザーシートが採用されております。運転席側に若干の使用感がございますが、その他大きな傷、汚れ等はございません。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。また、 クルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正の DVD ナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。また、バックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、 冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけますシフトは急速のオートマチックシフトが採用されスムーズな変速が魅力的ですまた路面状況に応じてセンターのスイッチにてお好きな走行モードを選択することができます続きまして後部座席ご紹介させていただきます後部座席に関しましては目立った使用感はなく 綺麗な状態を保っております。スペースも広々と加工されておりますし、スピーカーはメリディアンのスピーカーが採用されております。さらに大型のガラスルーフが備わることで、後部座席の方もゆったりとドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いとはいたしません。 では今回は2016年モデルランドローバーレンジローバーイボーク HSE ダイナミックをご紹介させていただきました240馬力を発生させるエンジンと9速のオートマチックシフトが組み合わされておりますのでストレスのない加速を実現しております多くのブラックパーツやブラックペイントの20インチアルミホイルをはじめとするブラックデザインパック 大型のガラスルーフをはじめ、オプションが非常に充実しております。弊社でも非常に人気の高いモデルでございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。